こんにちは、翔太郎です。ミサスさん、ミサスさん、この三人の中で真ん中のえなこが、えなこさんがダントツ的に可愛いのはなぜなんだよ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、可愛いから逃げちゃダメだ。くみふみ戦撃、私が完全手になれば、えなこの体を吸収せねばならん。えなこのバイオツを吸収せねばならん。カミハメ太陽拳。フリーザ様、えなこ様、ドラゴンボールを集めてまいりました。ベジータ、なぜフリーザ様、えなこ様に逆らおうとする。お前、何のお菓子にして食べられたか。えなこ、何のお菓子にして食べられたいか。飴か、グミか、キャンディーか。ご視聴ありがとうございました。